ひなげしひなげしは、ヨーロッパ原産のけしカの一年草。グビジン草、コクリコ、シャーレーポピーとも呼ばれる。他のけしカの植物も含めて、単にポピーということもある。フランスやポーランドなどの国家として有名である。ヨーロッパ中部の原産。畑の雑草、グビジン草とも言う。体幹性の一年草で、全体に荒ゲが密生し、茎は直立し、 草丈5 0センチメートルから1メートルくらいになる。葉は五生し、鵜状に深い切れ込みがあり、列片は線状皮神経、肺は嵐が状になる。初夏に家系を出し、上の型でよく分子し、茎の先に直径5から1 0センチメートルの赤、白、ピンクなどの4弁花を開く。現在種と,として売られているものには80先の品種が多い。 消しや鬼消しに比べると、ずっと華奢で、薄い紙で作った造花のようにも見える。消しとは、毛がないところと、歯に深い切れ込みがない点で相違があり、区別することができる。ひなげしは、観賞用の鬼消しと共に栽培して良い種である。土質は選ばないが、排水が良い土地を選ぶ。移植を嫌うので、9月下旬から10月中旬頃に、花壇に直巻きする。 福度は、種が見え隠れする程度で良い。かなり細かい種なので、砂を混ぜて散布し、発芽してきたらまびいて、株間が30センチメートルくらいになるようにする。生薬名はないが、咲いた花は、花柄と共に採取して乾燥したものが木薬になり、咳止めに利用される。消しにあるような麻薬成分は含まれていない。民間では、乾燥魚をついた治療2から4グラムを、 水 300cc で半量になるまで煎じた汁に砂糖を少量加えて2から3回に分けて分布する用法が知られている。グビジンソーナは中国の伝説に由来している。新末の武将、コウウには恐れという愛人がいた。コウウが流法に敗れて外科に追い詰められた時に死を覚悟したコウウが歌った外科の歌に合わせて待った。 力松山景気外政治不利景水不育水、不正景戒寒具景具景な弱なに、外科歌,歌、四季巻七幸う本義第七芝千、環状巻三十一沈昌高石伝、第一半片子の舞の後に彼女は自害した。彼女を葬った墓に翌夏赤くこの花が咲いたという、伝説から、こう呼ばれる。なお、グビジンの自害云々については、女性の低層がとやかく言われるようになった。 北総大からであり、四季、漢女では、そのような記述はない。フランスのハイウッドセメトリーイギリスでは、赤いポピーが第一次世界大戦における犠牲の象徴とされている、七部高原牧場のポピーやサツキフランスののは、火の色すきみも火投げし我も火投げし、よさの秋こびにあぐみて火投げしよよくれないに、木下雄二消しは、アヘンが取られ、モルヒネ、 コカインなど麻薬成分を含んでおり、日本の法律で栽培が厳禁とされている。ありがとうございます。